外傷性大動脈破裂は、外傷によって、大動脈が破裂をきたした病態である。大血管損傷とも称される。原因となる外傷としては、死傷や重傷、爆傷などの早傷、また、交通事故や、高所転落といった高エネルギー外傷が多い。胸部よりも腹部に受傷することが多く、約2倍の頻度とされている。後発部位としては、胸部においては、 左鎖骨下動脈分岐部、上行大動脈、大動脈胸部、腹部においては、腹部大動脈、腸骨動脈、腹空動脈、肝動脈などがある。胸部に受傷した場合は、重角血腫や血胸、腹部の場合は、五腹膜血腫、腹空内出血となる。急死となる例も多く、特に下行大動脈損傷の場合は85%が現場死亡となり、 生存して病院に到着した場合も、極めて短時間で状態が悪化することから、緊急に対処が必要となる。一方で、大動脈周囲の密な組織によって封印されて、シールドラプップチャーとなる場合もある。またこの場合、火星動脈瘤を形成することがあり、後日再破裂する危険もある。上記の通り、来院時死亡ないし心肺停止であることが多い。 生存状態でラインする場合も、多くは、顔面蒼白、貧脈、血圧低下などの出血性ショックを呈している。上行大動脈に破裂をきたした場合には、新タンポナーデに至ることがあり、この時には、ベックの三印及び、心電図上のローボルテージが見られる。腹部大動脈や腸骨動脈に破裂をきたした場合、下肢の脈拍欠損や霊感、麻痺が見られることがある。 また、上長肝膜血管の損傷では、出血による症状よりは、血行障害による腹痛、イレウス症状が表面に現れることもある。まず出血性ショックに対する治療が最優先とされ、軌道確保に続いて、直ちに静脈炉確保を行い、輸液、輸血を開始する。腹部大動脈破裂において、これらの治療を行っても、バイタルサインが不安定であったり、 一般状態の悪化が認められる場合、回復術によって損傷血管の再建、血腫除去及び合併損傷の修復を行う。特に上腸管膜動脈の損傷においては、腸管拒血に注意が必要である。また、上業大動脈破裂から新タンポナーげに至った場合は、新の戦士に続いて、開胸手術を行う。ありがとうございます。